独自サッカーワールドカップ最終予選外国人選手の入国を特例で許可中国とサウジアラビア選手団サッカーワールドカップ最終予選昨年10月埼玉スタジアムで飯島啓太撮影政府は1月下旬から日本で開催予定のサッカーワールドカップ ワールドカップカタール大会アジア最終予選2試合で日本代表と対戦する中国とサウジアラビアの選手団らの入国を特例的に認める方針を固めた。新型コロナウイルスの水際対策で外国人の新規入国は原則停止されているが高い公益性があると判断した。 複数の政府関係者が明らかにした。昨年11月末に外国人の新規入国を原則停止して以降、主要スポーツ大会で海外チームの来日を受け入れるのは初となる。日本代表は1月27日に中国代表と2月1日に サウジアラビア代表と埼玉スタジアムで対戦する中国とサウジの選手や監督、スタッフと審判員など計約100人の来日を見込む政府は当面厳格な水際対策を維持する方針だ。ただ最終予選を予定通り開催できなければ世界的な大イベントである。 ワールドカップの運営に影響を与えかねず、例外的に入国を認める特段の事情に該当するとした。日本サッカー協会は昨年3月以降、選手らと外部との接触を断つバブル方式を導入し、国内での国際試合を実現してきた。政府は今回も感染拡大防止策を徹底させる意向だ。 バブルの幻覚化や検査の徹底、選手らの健康観察を試合後も一定期間続けることなどを同協会と検討している。吉田麻也、セリー AA 再開戦で絶妙アシストも、ハムストリングを痛めて途中交代、ワールドカップアジア最終予選に影響も、見事なチェストパスでアシストをマークも、 自ら交代を要求し、ピッチを去った吉田。怪我の状態が心配される。1月6日にセリー A の後半戦が再開。その最初の試合、第20節でサンプドリアの日本代表 DF 吉田麻也が負傷した。画像。何ですかこのイケメン、吉田麻也が、マナ娘とのツーショット公開。 自慢のパパなんだろうな。ホームでの仮アり戦 CB で先発した吉田は18分セットプレーの流れで右サイドから送り込まれたクロスを胸でダイレクトパス。これを受けた FW マノーロガッピアディーニが得意の左足でネットを揺らし先制ゴールを挙げる。 今シーズン二つ目のアシストをマークした日本代表 DF は、しかし後半開始早々にアクシデントが発生。49分にセットプレーで敵と競り合った際に左のハムストリングを痛め、自ら手を挙げて交代を要求した。しばらくピッチの中で座り込み、苦悶の表情を浮かべながら、 自ら歩いてピッチを後にしている。サンプドリアはその直後に同点に追いつかれると71分にも失点し逆転負けを喫している。森安ジャパンは1月末からカタールワールドカップのアジア最終予選を戦うだけに27日に中国、2月1日にサウジアラビアとそれぞれホームで対戦。 DF リーダーの怪我の状態が気がかりだ。新春インタビュー森保監督ドーハの思い出、悲劇を歓喜へ。ワールドカップトロフィーを手に笑顔を見せるサッカー日本代表の森保監督。撮影横山健太。サッカー日本代表の森保はじめ監督。 53が新春インタビューに応じ、ワールドカップ、ワールドカップイヤーの2022年の思いを語った。昨年はワールドカップアジア最終予選の序盤参戦で2敗といきなり追い込まれた。批判も渦巻く中、その後は3連勝で、現在はワールドカップ出場圏内を確保した。 今年は漢字一字で表すなら気にしたいと明言。まずは本大会出場を決め、初強進出とぶれない目標を掲げた。予選から戦う初の日本人監督として、日本協会が掲げる2050年までにワールドカップ優勝へつながる戦いをしていく。一覧森安はじめ監督の 21年戦績、森安監督は新年を昨日一時で表せる年にしたいと語った。ワールドカップで歴代最高の成績を掲げている。まずは出場権をつかむところに集中し、1年が終わった時にサポーターや皆さんと喜びを分かち合える結果を、いよいよ佳境に突入する最終予選。 そして先に待つ本大会へ力に満ちた口調で意気込んだ。去年を表す言葉はこうですね。コロナ禍で活動ができた。それだけで感謝の思いが込み上げる。五輪ではメダルに一歩届かず4位。最終予選では初戦ホームのオマーン戦でまさかの敗北を喫するなど、 序盤参戦で2敗と危機に見舞われた。結果の悔しさは絶対的に持たないといけない。現在は3連勝でワールドカップ出場圏内の B 組2位に順位を上げた。うの、うよ曲折、山あり谷ありの中でチームもスタッフも成長できたと苦境も糧に前へ進んでいる。 もともと少ない代表活動の時間がコロナ禍でさらに制限され続けてきた国際親善試合もできない1、2回の全体練習だけで公式戦に向かう状況を強いられた一方で東京五輪ではホームの利を活かして事前に合宿と実践の機会を確保したが 準決勝でスペインに赤敗した。気づきがあった。なぜスペインは急増チームにもかかわらず、あれだけパスがつながるのか。競合はどの国もポジションごとの役割がはっきりしている。どういうプレーが求められるか、小さい頃からわかっているのでは年齢やチームメートが変わっても、 舞台が五輪であろうが、ワールドカップであろうが、基本的な仕事が変わらないから、質も落ちない。日本にはない一貫性だった、独自の良さを生かしたスタイルを構築していく。その枠組みを作ることが、目の前の結果とともに、自身が力を注ぐべき仕事だと感じている、五輪世代と A 代表を兼任したことで、 選手が迷いなくプレーでき、最終予選での MF 田中緑、デュッセルドルフの起用にもつながった。型にはめられるなど、賛否両論も出ると思うが、迷わずにできることと、状況判断があることを忘れずにやれば、準備期間が短くても、選手がスムーズに思い切ってプレーできる。クラブには色があっていい。 ただ、日本代表は監督ありきではなく、普遍のスタイルを持つことが、競合の仲間入りに近づく一歩だと感じている。日本協会が掲げる50年までにワールドカップ制覇。日本が初めてワールドカップに出場した98年から折り返しの地点に差し掛かっている。 予選からすべてを戦う初の日本人監督として、日本人が監督を続けていけるようにするという意味で大きな責任を背負っている。98年には遠かった強豪国の背中も少しずつ大きく見えてきている。前進の歴史を止めないためにもワールドカップ出場は絶対の使命だ。 目の前の勝利に集中しつつ、50年という大目標の途中にあることも忘れない。まず、守備から攻撃への切り替え。速攻ができないと、世界の舞台では、なかなか得点を奪えない。守備では、球を失った瞬間にできるだけ、早く奪いに行くこと。日本の良さであり、生命線。 アジアでは引いて守る相手が多くなるのが現実。それでも戦い方は対世界の目線から変えない。それで苦戦してもワールドカップに出場した時に実ると信じている。ワールドカップ開催地はカタール。森安監督にとっては現役時代のドーハの悲劇を経験した地だ。 最終予選の際には同じドーハ組のラモスルイシや FW カズ、三浦和ズらから激励もされたドーハの歓喜に変えられるように日本サッカーが成長したと世界の人にも思ってもらえるようにまた応援してくれる方々が誇りを持ってもらえるような結果を出したい新しい歴史を作るための 勝負の一年が幕を開けた、岡崎優里森安日本イワールドカップ最終予選、9月2日、オマーン戦日本は最終予選の初戦で2大会連続黒星スタートとなった、ボールを保持し、伊藤らがゴールに迫ったものの無得点、選手交代でも流れを引き寄せられず、 終了間際の後半43分に自陣左サイドを突破されてクロスから失点した。富安がアーセナル遺跡の手続きなどで不在となり南の板倉も怪我で欠場。準備不足は明らかで最終予選を戦うレベルに達していなかった。9月7日中国戦新型コロナウイルスの影響による 中国の渡航制限のため中立地のドーハで開催。日本は序盤から一方的に攻め立てた。5バックで守備を固める相手を崩しきれなかったが、前半40分に右サイドをドリブル突破した伊藤のクロスを大迫が右足で合わせて先制。後半から中国が夫人を変えて同点弾を狙ってきたものの、 守備陣は集中を切らさずに対応し、そのまま逃げ切った。10月7日、サウジアラビア戦日本は序盤からサウジアラビアの圧力に苦しんだ。前半24分に南野が頭、同29分には大迫が右足で狙ったが、いずれも GK に阻まれるなど、少ない好機も活かせなかった。 暑さで消耗した後半に崩れ、26分に原口、芝崎とバックパスのミスが続いて、相手 FW に渡って GK ゴンダの股間を抜かれた。5万人以上のサポーターで埋まった敵地の会場は、大歓声が響き続けた。10月12日、オーストラリア戦引き分け以下なら、 森安監督の解任もあった日本は、従来の4年2月3日市の婦人から4年3月3日に変更。中盤中央の強度を高め、緩急を交えた攻撃で後期を作った。前半8分、南野の左クロスから田中が先制。後半に直接 FK から同点に追いつかれたものの、 41分に途中出場の浅野が放ったシュートが相手のオーンゴールを呼び込み2対1で競り勝った。11月11日、ベトナム戦日本が1点で逃げ切った。ピッチの状態が悪くボールコントロールに苦しんだが前半17分に先制。大葉様のポストプレーから左サイドを抜け出した。 南野のクロスを伊藤が左足で押し込んだ。その後、単独突破した伊藤が決めたシュートは、バーでオフサイドの判定。後半も追加点を奪うことができなかったが、相手のセットプレイやカウンターを封じて無失点で勝った。11月16日、オマーン戦日本は途中出場で代表デビューした。 三笘の投入と同時に攻勢を強めた。前半は慎重に進め、中央を固める相手の守備を崩せなかったが、後半開始から三笘が再三、左サイドをドリブル突破。後半36分に三笘の左からの折り返しを、伊藤が左足で合わせて、決勝点を挙げた。守備は90分通して安定。 オマーンに後期を作らせず、3連勝でワールドカップ自動出場権の2位に浮上した。カタールワールドカップ最終予選にセルジオ・エチゴ、とにかく最終予選突破。三笘、古柱所属クラブで好調な選手に期待したい。今年は4年に一度のワールドカップイヤー。 日本サッカーの最大のターゲットも当然そこになる。4年前のロシアワールドカップで日本はベスト16に進み、強豪ベルギーをあと一歩のところまで追い詰めた。今年11月に開幕するカタールワールドカップではそれ以上の成績を期待したいところだけど、残念ながら今の日本代表は そんな先のことを考えられる状況にない。まずは7大会連続の本大会出場をしっかり決めること。選手はもちろんファンもメディアもそこに全身系を集中すべきだろう。昨年9月に開幕したワールドカップアジア最終予選。日本はここまで6試合を終えて4勝2敗でグループ2位。 初戦のオマーン戦、3戦目のサウジアラビア戦に敗れ、一時はどうなることかと心配したけど、なんとか立て直した。そして、このままの順位をキープできれば、出場権獲得となるわけだけど、3位オーストラリアとの勝ち点差は、わずかに1。アウェーでの直接対決も残していて、全く気の抜けない状況だ。 そもそも最終予選開幕前の8月、東京五輪でメダルを逃したのが痛かった。オーバーエイジ3人を召集し、組み合わせにも恵まれ、引いて守ってカウンターというサッカーで、なんとか準決勝まで勝ち上がったものの、結局メダルには届かなかった。特に攻撃面の課題が目につき、 実際、五輪代表の攻撃陣からは、A 代表のレギュラーの座を奪うような選手は出てこなかった。そして A 代表は、その悪い流れのまま、最終予選に臨み、序盤に大きくつまずいてしまった。昨年から何度も言っているように、日本代表の守備は、ある程度計算が立つ。全然悪くない。 ベテランの吉田は頑張っているし、若手ではストッパーの富安の他にも、左サイドバックの中山や、ボランチの田中緑なども成長して、チームを底上げしている。だから、あとは攻撃陣の頑張り次第。これまで最終予選で結果を残している伊藤に続く選手が出てくるか、そこに尽きる。 個人的には、三馬、三馬、古橋、同安といった所属クラブで、好調な選手に注目している。特に、三馬には何かやってくれそうな期待感があるね。パスをしっかりつなぐ、ポゼッション重視の現代サッカーにあっても、結局、最後に必要になるのは、この力。その意味で、三馬のドリブル突破は、 魅力がある。すでに A 代表でもチャンスをつかみつつあるけど、先発で出て伊藤と並んでチームの顔になる活躍を見せてくれればと思う。今回の最終予選はアウェー戦の地上波テレビ中継がない。試合翌日のスポーツニュースでの扱いなどを見ても、 世間のサッカー熱は以前に比べて明らかに下がっている。もし今回、カタールワールドカップ出場を逃したら、日本のサッカーはどうなってしまうのか。財政面の問題から、日本サッカー協会が本部ビル JFA ハウスを売却する噂も出ているけど、サッカーが昔みたいにマイナーな存在に戻ってしまうのか。 そんな漠然とした不安がある。だからこそ、まずは今月、来月の最終予選、中国、サウジアラビアとのホーム2連戦をしっかり勝つこと。特にグループ1位のサウジとの試合は、勝ち点3がノルマだ。クリアできれば、ワールドカップ出場にかなり近づく。そして、1試合でも早く突破を決めて、 目標は本大会ベスト8。いや、ベスト4だと楽しい話ができるようになるといいね。